どうも皆さんこんにちは、ゆきです。さあ、今日もですね、ビットコイン、セリアムリップルとサメ柄、原曲、チャート分析していきますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところでございますが、本日はですね、10月の24日火曜日、え、ね、ー、バクワクモーニングですよ、えー。最後の気分で動画撮っておりますが、えー、ただいまのお時間が、えー、午前10時10分というところでね、口頭の時間にですね、動画の放送をしております。今日も皆さんに、えー、元気と勇気をお届けしてまいります。 ということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析役立ち情報を配信しております。今日の動画を見て参考になったな、ためになったなと、面白かったなと思っていただいた画面の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、えー、あとはね、ベルマーク通知をにしてチャンネル、そして動画のようよろしくお願いいたします。ということで、早速始めていきますが、えー、ちょっと冒頭いろいろ喋っていきますので、まあ、チャート分析だけ欲しいという方はですね、えー、動画の概要欄にチャプターつけております。えー、もしくはね、タイムバーの中にね、こう、 区切りがあると思うんですけどまあそれをビーってやってもらったらビットコインの分析イーサリアムの分析リップルの分析って言ってこう飛ばせるので、ね、えー、スキップしてみてくださいはい、えー、そうやって言ってるのに見たからと言ってバッボタンを押さないようによろしくお願いします先に言ってるよ、はい、ここから喋っていきますはい、オープニングトーク的なことをしていきますのでえー、ぜひですねいらない方は飛んでくださいスキップしてくださいはいということでさっさか始めていきますがではまずはですよえー、枠上げ、えー、大勝利でございますねいやいや素晴らしい はい、ということでまあ早速やっていきたいんですけれどもまあ一応この機会にですねまあここからね仮想通貨まだね買いたいなとかトレードしたいなとかっていう方もいらっしゃると思うんでまあ有機的にですねあの仮想通貨の取引所 えーのランキングをちょっとね、えー、紹介していきたいなと思うんですが、もう第1位はですね、もう圧倒的にバイビットです。はい、もうバイビットを一択です。はい、特に大きなロットでトレードしたいっていうのであれば、板のね、厚さとかも考えたらも、もう本当にバイビット一択になってくるので、はい、あの、サポートの強さ、ステーキングもあってね、要は自分の自己資金を、まあ、預けるだけで、まあ、増えていくような形で、低リスク、ね、低いリスクで、まあ、ある程度の、えー、リターンがもらえるみたいな形のステーキングも充実してるし、現物もあるし、ね、 デリバティブもね、板も厚いし、まあ十分こう全体的に見てももう一番うトップクラスというかサービスに関してね、はいというところでも、まあバイビットかなというところでございます。まあまあ間もなくね、また大きなトレード大会もあったりすると思うんで、まあそのあたりも含めてですね、あのぜひ使ってみてください。えー、今日のランキングに関してはもう動画の概要欄の一番上、もしくは固定コメントのところに1位はバイビット、2位は何々、3位は何々って言って、あのー、全部ね、 講座解説のリンクつけておきますからそちらから講座解説してみてください。いで、第2位がですね、えー、ここね、2、3位はちょっと微妙なんですけど、まあ、ZoomX にしときます。はい、ZoomX、まあ、バイビットから板情報を得ているということで、ねえー、バイビットの、まあ、姉妹店といいます、あ、か、姉妹会社みたいなところなんですけれども、まあ、こちらもですね、サポートも手厚いし、ねえー、使い勝手に関してはバイビットにありというところもあるので、まあ、 うん、バイビットににいいかなとううふうに思いますただ、これね、まあ、ある意味、2位はね、ビットゲットになるんかな、その、現物があるっていうところを考えるとね、2、3、は同着ぐらいで考えていてください。はい、もうこれはもうどっちもいいと思います。ただ、その、ZoomX に関しては、現物がない、デリバティブのみの取引所なんで、まあ、現物って考えるのであれば、もう、バイビット、ビットゲット、もう1位がバイビット、2位がビットゲットっていう形になります。はい、ただ、その、デリバティブって考えると、 z o o m X も入り込んでくるなっていう感じなので、まあこのあたりはですね、あの好きな方を使ってもらえるといいかなと思います。で、ビットゲットもね、アプリとかすごい使いやすいし、あのー、ポップ。 うん、すごいこうなんかデザインとかもすごい凝ってるなって思うしねあのー、サッカー選手のねメッシュ選手を、えー、広告塔にして、まあ、かなり、えー、大きく力をつけてきてるかなと思うのでビットゲットも一つありかなというところですで今回ですねちょっと、えー、キャンペーン的に考えるとズーム X がちょっと面白いことやってるんでそれだけちょっと、えー、紹介しておきます、えー、ズーム X のですねさっきのリカバリーキャンペーン 損失を未来の投資に鍛えようっていうね、なんかちょっと面白いことやってます。はい。なんでまあこれはチャンスなんで、えー、今回ですね、ショートの生産がですね、大変なことになってます。まあね、ずっと言ってましたよね。レンジでは、えー、上にね、上限にショートの損切りがあるんだよ。それに触れたらバコンで上がるんだよって今回上がりましたよね。これがまあ要は、まあ原理原則みたいなところです。まあこれもずっと言ってきたんで、あの復習なんですけど、まあってことはショートを売ってた人たちは損失を被ったと思うんですが、ね、一応ね、まあ小学ながらなんですけど、ズ、えーム X 以外の取引所で100ドル以上の損失、えー強,制えー、強制決済した場合はそのスクリーンショットを撮ったりとかしてこのフォームにっていうのをところクリックしたらフォームに飛ぶねんけどこのフォームに、えー、入力必要事項を記入したら20ドルのボーナスがもらえますよっていうキャンペーンでプラスアルファ ZoomX の、えーですね、キャンペーン期間中に一定の損失額と累計取引額を満たしたユーザーはこれは ZoomX なの話ねはいで損失額プラス、えー、取引高、えー、を 達成していれば最大200ドルのボーナスがもらえますよ。 なんでまあ損失した人はもう仕方ないな次に備えなあかんねんけどその次でのタイムのワンステップとしてこういったボーナス使えるといいかなと思うんですけどまあそれにですねあの今回特化したキャンペーンが、えー、出てきてますのでぜひですねこのズーム X の秋のリカバリーキャンペーンは参加してみてくださいズ、えーム X は2位にしとこうかなはいなんで1位バイビット2位ズ、えーム X3 位がビットゲットという形の順位で、えー、しておきますからそのズーム X ってジューク X のズーム X の、えー、小坂解説してもらってこのもっと見るっていうところね このもっと見るのヘルプセンターっていうところ。で、そこからこの秋のリカバリーキャンペーンをクリックしてもらって、で、えー、参加してもらうと、キャンペーンに参加。で、フォームに記入したりとか、えー、したら、ボーナスもらえますよっていう感じになりますので、まあ、詳細などはしっかりと自分で読み込んでね、えー、参加する際は間違いのないように参加してみてください。まあ、これが今ちょっと面白いキャンペーンかな。っていうところでございます。 はい、なのでまあこのね、えー、3社を、えー、使ってもらってうまいことですね、えー、美味しく今の、えー、このタイミングでですね、えー、トレードしてもらえるといいかなというふうに思います。えー、あとはねちょっとまあ番外編なんですけどやっぱまあこれもずっと言ってるんですけど FXGT ねこれに関しては仮想通貨のみじゃないねね為替もできるメタルもできるってなるし MT4MT5 が必須ってなっちゃうんで。 今挙げた、えー、とバイビット1、ズーム X が2、3位がビットゲット、この3社に関してはもう独自の UI で直感的にまあ操作できるっていうところがメリットやし、えー、おい、あのー、面白いところやし、ね、使いやすさにもつながってるんやけど、m t 4 MT5 使わないといけないってなると、ちょっとワンランク上がるというか、ちょっと一個ステップ登らなあかんというか、があるんですが、まあ、FXGT に関しては、まあ、総合的に触れるんで。 うん、仮想通貨が今動いてるからこうやって仮想通貨メインでいいと思うんだけど仮想通貨が動かないときは為替もしなあかんしメタルも触らなあかんしってなってくるんですけどそうなってきた場合はもうやっぱり FXGT 一択になっちゃうんで、うん、そこに関しては FXGT も番外編として小坂解説のリンクつけておきますからそちらもですねぜひ使ってみてください今は、えー、今月末までかなは、えー、新規入会して、えー、アカウント認証するだけで2万円のボーナスがもらえるという入金不要のボーナスもありますから FXGT に関しては、はい、そういった豆腐なボーナスも使ってみてください、はい まあそのところで、続きましてがえ、これはまあオープニングトークなんですけれども、まあとりあえずですね、あのー、ファニーちゃんたちが待ち望んでいるので、えー、この、この、えー、オープニングトークはやらなきゃいけないんです。はい。なんでまあ今、僕のファンじゃない、まあ僕のファンの人のことをファニーちゃんって呼んでるんですけど、まあそんなところまで話さなかのめんどくさいねんけど、とファニーちゃんたちのための、えー、ここからはえ動画、動画というか、えー、動画、動画になりますので、 特にあのマニシャじゃない人は絶対飛んでください。<laughs> 必要ないと思いますので <laughs>。はい。でですね、えー、私長いこと言ってましたが、三万二千超えたらね、あの歌をみんなでみんなで歌おうよと、えー、いうことをねずっと言ってきましたので、三万二千超えましたね。いやもうだからこれ三万二千をね、ブレイクアップしたわけですよ。ブレイクアップ。ブレイクアップ。Wake me up。朝の太陽、疲れたバディ目覚めさせて。 地中がみんな他人に見えても仲間たちに会えるよということでようやくウェイク・ミアップが楽しく歌える時期が来ましたね。まあこ,こからまだねあの騙し的な上げで落ちてくるみたいなね光に降ってくるっていう動きは絶対にありえると思ってくださいね。ここから100%のバブルだ上だってことはないです。 それに関してはもう僕はずーっと言ってるし僕は現実しか見ないタイプなんでそれはもう冷静に皆さんにお伝えしておきますが一旦の節目である3万2千要は要は3尊か、えー、ダブルボトムかっていうところのダブルボトム型側によったっていうことを僕は喜びを皆さんに伝えたいなというふうに思いましたの、ね、で今日はですねウェイクミアップを歌いましたよというところでございますいやよかったねだからもう今日はね上上がったからこの上上がった時にしか着ないこの T シャツ着てきました皆さん どっちに行くんだいうーうえパワーということでね。はい。上上がりましたね。はい。ということで、えー、楽しく、ここからですね、いつも通りチャート分析していきたいなというふうに思います。まあ、チャート分析つっても楽しんやねんけどな。まあ、いいや。はい。とりあえず、えー、オープニング動画終わって、ここからですね、いつも通りのチャート分析に入っていきます。いつも通りビットコインから。まあ、とりあえず見てもらったら分かるように、爆上げでございます。はい、えー。今年の最高値更新してます。今年のな。 今年のさいざで最高値を更新してますえー、1時ですね。3万6000ぐらいまで上がりましたね。強すんぎワロタってやつですね。はいえー、突き足してみても大変なえー、大陽線という形になっております。はい。ただこれ見てもらったら分かるように。まあこれぐらいの陽線ね、えー、出てはいるんですよ。この辺でね。この辺もそうやし、この辺もそうですよね。 同じような形の突き足の、えー、要線というのは出てるんでここからですねもう一段、まあ、要線出たとしてもやっぱり一回こうしっかりと落としてきて、ね、3万前半ぐらいま,また落としてさらに上に上がってくるっていうターンになってくると思うんでそこで悲観に、あのー、自分がねパニックになったりとか悲観に陥りすぎないようにするためにも、まあ、こういった対局ですねは見といた方がいいそれこそ今 25MA とちょっと返り出ましたよねここが突き足の 25EMA なんでこの辺まで落としてくるとしたらまた3万割るんですよね一回。 うん、そうなってきた時に「えやばいもうビットコイン終わりや」ってあの考えやすい陥りやすいんですよ初心者の人って。 5000ドル上がったうれしさにプラスアルファそこから5000ドル下げたり6000ドル下げるとあっ終,終わった終わった今夜みたいな感じになるんですけどそれはしっかりとまずは対局を見てこれぐらいまでの下げ値幅は十分あり得るよねっていうのはまず頭の中で用意しとくそしたらそれがもし起こった時にも慌てなくて済むからパニックにならなくて済むから変な人の言葉に惑わされなくなるから、うん、それはもうほんま俺のことを信じてほしいあのまあ難しいな人のことは信じんな <laughs> 最強の矛と盾てて用意してみた俺今うん誰も信じるなよ俺も信じるなけどこれは信じろこの言葉だけ信じろ俺は信じなくていいから <laughs> はいそうなんですよなんでまあパニックにならないためにも最悪な状況っていうのは常に想定しておくべきだと僕は思ってるんでまあこれは僕の考え方うんなんですけどまあそこはしっかりとね押さえておいてもらえるとまあ僕の動画見てる回はあるかなと思いますのでこの辺りは参考にしてみてくださいはいで週足いやー爆上げですなはいついに3万2000超えましたただ 待ってくださいね皆ささん落ち着いいてください今火曜日です、はい、週足っていいうのはいつ確定しますか、ね、まだまだ先なわけですよ。じゃあこっからですよ。もし最悪な状況を想定するのであればこの陰陽線を全部飲み込んだ上ヒゲの陰線になってみねどうなる見え方全然変わるやん。ここが騙しでした。ね結局実態では3万2000超えれてません。じゃあ結局トリプルトップまだ生きてますよねっていう見方になるんすよ。だからそこまでは想定しておいて。 うん、まだ今現状は上抜けたままだからここのまま固まったら最高なお最高最高やけどここでもし実態が固まらずにそれこそここから陰性に変わったりとかすると全く見え方が真逆になるのでそこに関してはしっかりと押さえておきましょう今お祭りムード最高俺も最高みんなも最高、うん、最高ですかって感じじゃないけどそこに関しては最悪のパターンっていうのも軽く想像しておくそれだけでいいまず、うん、それがいいっつってね刑事も言ってますけども はいまあ、そのところで、えー、しっかりとそのあたりは参考にしておいてください、えー。頭の中に入れておいてください。はい、で、今からですね、ここからの戦略、えー、立てていきたいんですけど、まず、今、ノーポジの人に関しては、慌てて乗っからなくていいです。はい、確かに、ここから4万ドルまで上値予ち出てるんですけど、えー、いつで4万までいくかって言われると、それはない、さすがにないと思う。どっかしらでおしめは来る。なぜなら、もう今、これ、冷やしなんですけど、冷やしで見て、これ。今、これが人事25位読めよ。 ね、もう圧倒的な帰りがあるわけですよ。なんでそこの帰りを埋めに来るターンっていうのはどっかしらである。今ここかどうかは分からんで、ね。ここは分かれへんけど圧倒的にある可能性が出てくる。うん。そうなってくると今例えば慌てての飛び乗った場合一時的な押し目で全部かられます。OK? ここまで OK? ここまで OK かいみんな <laughs>。今飛び乗りでい気持ちは分かる。飛び乗って助かる可能性も高い。高くはない。ある。 うん、飛び乗っても十分助かる可能性あるけど一時的な押し目この25位目との返りを埋めるだけの押し目で多分ロスカットされると思うレバレッジでトレードしてたらね、うん、ある程度のレバレッジを持ってそれこそ、まあ、低レバレッジで分割エントリーしてねこっからとりあえず3分の1入れましたでこの辺から、まあ、その3分の2残りの3分の2を十分割エントリーして,していきますの考え方やったら止めない。 けど今ここでフルスイングのロングを打とうとしてる方はちょっとまちょっと待てちょっと待てお兄さんですよちょっとお兄さんそれ損切りされるんちゃいますのですようんラッスンゴ折れないですよはいになっちゃうんでまあそこに関してはちょっと抑えあの一旦待ってほしいかなと思ってるうんそれでも打ちたい人は止めないうんそこから先あの四万以上は十分その上値落ちは出てるんでここまで、えー、抜けた時点で要はこのダブルボトムがもう決まってるからね。 のダブルボトムが決まってるからそれに関しては一旦上はズドンと出てますそれこそ7000ドル幅の上値余地が出てるそれをまあね取りたいっていうのはわかるねんけどだからまあ止めはせんけど冷やしレベルでここまで伸びきった後からそのまま陰性も出さずにどん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 ,どんって伸びてくるようなまあ俗に言う後ほど語られるであろうバブル相場に入ったかって言われると僕はちょっと懐疑的であるっていうところですよはいなんでそこに関してはちょっと抑えておいた方がいいかなと思うんで はい、あくまで僕はもうほんまに皆さんに釘を刺すだけ僕が皆さんの行動を何て言うかなあの縛ることはできないからね、うん、自分で決めてくださいそこに関しては。はい まあなんですよなんでそのあたりはちょっと押さえとかなあかんけどまあ一応ここからは、えー、ロングの、えー、ロングを持っていきたいなっていうふうに考えてます。それこそショート打つんであればもうちょっと短期でこのあたりのね動きが出てからやねこれも,もう何回も言ってるけどねこっから上がってきてそのまま前年戻しには多分なりにくいんちゃうかなと思います。はい で、ここからじゃあどうなるかっていうと例えばけどここでまあリセトラ的な動きこういう感じで安値も若干切り下げたりとかして高値も切り下げたりとかしてまあチャンネルになっちゃうとね上昇フラッグってなっちゃうから困んねんけどまあそういった形リセトラっぽい形をまあ、作ってくる可能性があるこれねここで切られるとね消せなくなるからやめてほしいねんな <laughs> まあいいやはいちょっと待ってや一回ちょ,ちょっと消すわかなこれね一回ね再読み込みされるとね書いたのをね コントロール Z でで戻せなくなななくるんんすねねねややめててしかっっったな <laughs> ちょっと待こここ感じはいよいしょこの動きしてるんですけどこっからさっき言ったみたいにこういう感じでねリセトラーみたいな形になって安高値切り下げてってねこう高値切り下げでこういう感じで、えー、この形ねで、えー、下抜けるっていうあの段階を踏んでくるからショートの人はそれでいいと思うそっから入ったら十分間に合うんで。 うん、あのそれまで待ってください。はい、でどこでロング拾おうかなって考えとくとまた一ついいことあるんですよ。ショート打った時に理覚しやすくなる。これも一つのメリット。やからちゃんとね上下のシナリオは作っといた方がいい。したらやったら例えばロング打ちたいなここと、はい、ここでロング打ちたいなって決めましたそしたらここで短期のショート打った場合あ利理覚こことここでしたらいいんやってできるんですよ。これがね逆転の発想。これができない人はちょっと頭が硬いかな。 うん、だから自分がえロングのシナリオを作りたくない要はショーターの人ロングのシナリオを作りたくないかもしれへんけどロングのシナリオを作ることによってショートの理学検討ポイントまであぶり出せるんですよね。そしたらもう自動的にあのショートのシナリオを組んだ時点で理学検討ポイントができて両方のシナリオが組めてなおかつ理学をするポ,ポイントまで明確にできるいいことづくめなんですよ。はい、なんでできたら両方のシナリオを組めるようになった方がいいショーターの人もロングのシナリオを作れるようになればそうなるし訳も一緒。 ロンガーしかロンガーの人ロングしか打たんロングしか来たんっていう人もショートのシナリオを作ることによって抵抗体を明確にできるんですよ。うん。あここが抵抗体だからショート打つっていうことなんですよね。ショート打つのであれば。ね、であればそこがロングのポイントであればあロングのポイントを絞ってたのであればあここ一回ちょっと理学検討しとかなあかんなここで部分理確して利益確保しとかなかなっていうポイントまで見えてくるんですよ。これが僕がいつも言ってることなんですね。大事ですね。 え、ね、とても大切なことを言っております。こんなキャラクターでございますが、<laughs> はい。なのでこの辺りはですね、ええぜひ参考にしてもらえると嬉しいなという,ふうに思います。はい。で、もうちょっとね短期的な動き見ていきたいなと思うんですけど、まあ僕の中で拾うのであればよ。拾うのであれば今ロングノーポジの人やで、ね、ノーポジの人な、はい。ロング持ってる人もいないんで、うん。もう価値かくえねんから。もう爆撃やん。ね。もう部分理学だけして、ええー、あとはもう放置してください。はい。あのロスカットをねこの辺に。 ストップロス、SL ここに置いといて、ね、シュシュポポ、シュシュポポ置いてね、はい、この辺に置いといて、まあ、あとは放置、鼻くそほじといてください。もうほじうほじょう、もうぐ、もう第二関節までいっていいと思う、今。もうグリングリン、もう、ちょっともう目、目の辺にちょっと圧迫感感じるぐらいまでもう鼻ほじってもいいぐらい。うん、そう。<laughs> まあとりあえずね、えー、そんなところなんですけど、まあ今のオポジの人で、これからポジション組みたいな、組まなあかんなと思ってる人に関しては、やっぱり押し目を待たざるをえない。 いうところねなんでそこに関してはやっぱこれですねやっぱこれだねーロッテのトップをですねはいここ。 この木の置いてた白チャンネル。まあ僕がここでね、えー、ヘイジのショートを打って、見事ビソンで撤退しましたけど、ちょっと部分に隠したんでね、間に合ったけど、まあビソンで間に合いましたけど、はい。で、縦で撤退されましたが、まあ、とりあえずロングが伸びてるんでいいや、みたいな、それはまあ置いといて、はい。まあこの、えー、チャンネルの裏タッチングラベスのパンパース外、ここはもう検討してほしいですね。で、しかも赤の、えー、ゾーンにも食い込んでる3万1000、2000、えー、2000から3万1500ぐらいかな。はい。まあ、ちょっとね、ここはバッファー広め。800ドル幅ぐらいのバッファーあるんですけど、この赤いゾーンはね。 なんで、まあえー、3万2000から3万1000台この辺りの、えー、ゾーンにも食い込んでるんでこの辺りは部分的にエントリーしていて買い下がっていてもいいと思うでここ終わってきたら一旦損切りっていう形かな、はい、でその後はチャンネルの中央線であったりとかここに関しても効いてるのでこの2点が僕の中で今ロングが、えー、出そうな有効なポイントになっておりますなのでこの辺りをね是非、えー、参考にしながら、えー、皆さんのシナリオ作りにお役立てください、はい まあ、もうちょっと短期で見るとね、もうちょっと早めに、えー、エントリーできるポイントあったりすんねんけど、ちょっとリスクが高いかなと思うんですよね。これ1時間足ね。よいしょ。まあ、爆伸びした後、ドーンと伸びて、3万6000円ぐらいまで約3万6000円つけた後に一回こうイン陰線つけてるんですけど、ここが一応ね、僕の中では、えー、ずっと言ってるウロ、ウォのフォーファールラインですね。ここが。はい。詳しくはちょっと今は喋りません。長くなるんで。 魚住、はい、のフォーファーライン。まあ、ここ引いてますから、ここに関しては上がってきて、落ちてきて、このあたりは広いところ、短期ではね。うん。土短期は拾っていいと思う。その間り、えー、短期のリバーでしっかりと理確検討して、で、ストップロスはもう縦ねで置いとくみたいな感じかな。うん。で、さっき言ったディセトラみたいな形があって、えー、否定してくる、ここでダブルボトムとかつけて、えー、否定してくるんであれば、そのままこのロングは引っ張っていったらいいし、ね。えー、っていう感じかな。はい。まあ、そんなところのロングは一つ短期では組めるそうだなっていうところではありますが、 うん、今のところ水平線も使われへんし、えー、っていうところで、まあ、なかなか難しいんですが、まあ、一応この根拠としてはこの魚住のフォーファールライン、はい、ここに、えー、水平線を引いといてここにまで落ちてきた場合は短期は一旦拾ってもいいかもしれないその場合は1時間足の254も絡んでくるんでね、はい、そこの2本の矢を、えー、背負ってロングは1本あり はい、そのまま、もしね、例えばやけど、金更新するようなことがあれば、ルッキーやし、ね、そこからもう切り下げてくるような形があれば、しっかりとこの辺とかね、で、利確をしてもらって、えー、もうやり利益を確保した状態で、まあ、割った時点で、えー、一旦、えー、全利確と、ねえー、決済するという形。で、そこからは、ショートの目線もちょっと、えー、入れつつ、えー、シナリオを組んでいくみたいな感じかな。うん、このあたりを見ておくと,、えーまあ、と、特に問題なく今は、えー、短期でも中期でも、えー トレードすることとが可能かなというにうに思いいいますのでこのでこあたりはぜひ参考にしてみてみください、はい、いやー、楽しいよね。こういうそば、マジ楽しい。今しかねえぜ。本当にね。こうやって楽しめるのもね。うーん。いや、ということで、まあ、とりあえず、えー、思い出にふけてるのは、えー、これぐらいにはやめておいて、えー、イースタレムに次に、えー、移っていきたいなと思いますが、イースレムも、まあ、ぐいっと上がってますが、が、ね、えー、ビットコインよりはやっぱり圧倒的にあのインパクトは少なめ、えー、小さめですね。インパクトはちょっと薄いかな。 というところです、はい、ただ、えー、イーサレムに関しても、このダブルボトムはもう決まってますね。冷やしです、これね、冷やし。冷やしの、これも機能いってます。このダブルボトムがもう一旦決まってるような形、実態でね、上抜けてるような形になるので、まあ、ここからは一応2000ドルまでの上値落ちっていうのが出てます。で、ビットコインが伸びた分、後,後伸びしてくる、あのー、アルトコインっていうのが、まあ、多数出てくると思います。なんで、アルトの後伸びの方が、僕の中では優位性は高くなるかなというふうに思ってます。 はい、ただビットコインがこのまま例えばやけどねどーんとね、えー、今の陽線、えー、を週足陽線を全部飲み込んで陰線とかなるんやったら間違いなくアルトコインもついていってしまうので、まあ、そこに関してはビットコインが今高値圏でつい、えー、我慢できた場合は、えー、イーサリアム、えー、その他アルトコインの、えー、後伸びは、えー、拾っていけると思いますので今こっちの方がチャンスかなと思いますチャンスがあるのは僕はアルトコインかなと思ってます で、えーまあ、とりあえず今、えー、1770なんですが、まあ、ここに関してもこのねこのダブルボトムの値幅分上に、えー、伸びる上伸びする上値余地が出ましたからここに関してはしっかりと取っていきたい。はいまあ、ただねそこまで抜けきってない分ちょっと難しいんですよねうんもうエネルギー切れて一回押し作るんやったらこの次の25ゲーメとかねしのね 冷やしの 25MA とかの乖離を埋めに行ったところが一番拾えるポイントにはなるかなと思うので、まあ、そこは押さえておいてまたみんなで見ておいてください冷やしの 25MA タッチは買、えー、えそうだなっていうところは押さえておく、はい、で短期で考えると2点僕は、えー、ロングのポイント上げておきたいなというふうに思ってますこれに関しては黄色の水平線と、えー、緑の水平線、はい、この水平線が光る朝にですねこの水平線光ってる朝、まあ、ここに関してはやっぱりね 押しててききたたら拾っていきたい。これに関して、まず黄色に関しては、直近の高値に対する裏タッチングロペスのパンパス外。はい。プラスアルファ 25EMA が、えー、サポートになっているかなと思います。はい、なんで、まあ、日本の矢を背負ったロングですね。ここに1点目。で、もう1点が直近の、えー、抵抗体であった、えー、164050かな。はい。ここに対しては、やっぱり、えー、拾っていきたいと。はい。そこは多分ね、200EMA だったりとか、ね、5075とか、中期戦あたりも、こういう感じで。 追っかけてくると思うんでこの辺りは拾っっててきやすくなってくななるかなと思うので、まあこのでこりも、えー、意識してみておいてください。なんで日本 1700, 1700、えー、ちょうどぐらいで、えー、1650ぐらい、えー、この辺りを、えー、僕の中ではロングを打っていきたいなというふうに思ってますのでこの辺りはぜひ参考にしてみてください。はい、でショ,ートの、えー、ショート打ちたい俺はショート打ちたいんだなーっていう方は慌てずに一旦、えー、チャートの形を作ってきて今まだ言ってもね あのー、まあみんなみこし担いでますよ。なんやかん言うてわっしょいわっしょい言うてますよ。そんな時にやっぱみこし乗っちゃうとやっぱね売り落とされちゃうんですよ。はい。なんで一旦落ち着いて祭りが終わって、ね、お祭り終わったねちょっと今日あの夏祭りも終わってちょっと寂しいねっつって、うん、そういう,こう哀愁が漂う青い春の時ぐらい青春ぐらいの時にに、えー、一回こう祭り終わってこう落ち着いて年の夏も終わったなぐらいの時に、えー、形を見て。 ショートに入っていこうよっていうところは、間違いなく、あの、ビットコインと同じなので、そこに関してはしっかりと押さえておいてください。今、慌ててショート入るポイントじゃない。このまま、えん、ー、どんどんどんと、もう押し目もなくね、上がっていく可能性まであるから、そこに関してはしっかりと押さえておいてください。慌てなくてもショート打つタイミングはもう来るから、うん、安心してくれ。ショートなんていつでも打てんねんから、うん、慌てずに今は待つ。っていうところでございました。 まあちょっとね、イスラリアも短めやったけど、まあ、ビットコインが一番インパクト強かったんで、ね、はい。まあ、そんなに言うことはなかったっす。はい。で、リップルちゃんですね。リップルに関しても、えー、言っていたレンジは、まあ、まだ不安の決せさえねえけどな、リップルに関しては。 やっぱりリップルはね、重いよね。まあそれに関してはもう裁判があったりとかいろいろあるんでね、難しいんですけども、まあとりあえずリップルに関してもこのダブルボトムですね、が決まりかけているっていうところです。はい。なんで、まあこっから先ですね、まあ0.1ドル幅、まあ0.6ドルぐらいまでの上値余地は出てるので、そこに関してもやっぱり拾っていきたいなっていうか、えー、形では変わらずですね。はい。で、拾うポイントは、まず第一段階として、冷やしの25円目の帰りを埋めに来たところ。ここは12分にチェック必要ですね。はい。要チェックやでございます。ね、相田彦置でございますよ。 はい。なんで、ここに、ここの要チェックやポイントはしっかりと見ておくと。はい。で、えー押し、押してきてくれたらあ、ありがとうごちそうさんという感じで、えー、ロングに入っていくのが一番のポイントになってくるかなと思います。はい。で、4時間足でも見ていきますが、まあ、やっぱりこの、よいしょ、直近の高値の裏タッチングロペスのパンパース外、ここはね、ちょっと注目はしておきたいですね。このあたり。0.53かな。 うん、にそこにちょうど4時間足の25位目が追っかけて追っついてくるんで、んそこの、えー、2本の矢を背負った、えー、裏タッチングロペスのパンパスス外狙い、ここが1本目ですね。で、2本目に関しては、ここに関してはね、ちょっとこの,この3ゾーンですね、が気になっちゃうんで、ロングちょっと強気では張りにくくなるんですが、まあ、レジサポ転換しているというところも含めて0.51も上げておきたいなというところですね。これに関しては、一時的な、えー、短期のロ,ロングになる可能性があるというところです、はい。ここも上抜けてくるんやったら、 えー、さらに、えー、言っていた0.6まで目指してくると思うんで、ここでのロングは十分期待値はありますが、えー、短期のロングの可能性まであるんだよっていうところは頭に入れた上で、エントリーしていく必要が出てくるかなと思うので、まあ、このあたりはぜひ参考にしてみてください。ただ、e、えー、サリイムにの、えー、分析に入る前に言いましたが、現状ですね、ビットコインのみ、単独で、えー、数,数千ドル幅、えー、上にボーンと伸びましたよね。あれはね、損切りも巻き込まれてます。 はい、ショートの人たちの損切りを巻き込んでそれを燃料にえジェット噴射したわけですよね。はい、水素エンジンだったんからもしかしたらね。はい、でバーンと吹いたわけでですよで今まだ要はリップルもイーサリアムも要は損切りラインに触れてないってことなんですよここまで伸びてないってことは。ていてことはこっから先もしね何かの反動でリップルイーサリアムもそのショートの人たちショーターたちの損切りにの爆弾にね「損切りの爆弾」にね。あのー 火が入った場合はドカーンと上に吹く可能性がありますからそこの期待値を込めたロングっていうのは一つ僕はありかなというふうに思ってます、はい、そのあたりはぜひ参考にはしてみてください、まあ、ただとりあえずですねもう今はもう祭りなんで行、はいあのー、ったんですよちゃんとこう利益確保しや、うん、ここから先も言ったみたいに前年戻し的な動きないとは限らない一、うん、回もう多分これ全員落下に触れてると思うねそういう時に全員をねあの地獄に叩き落とす あの悲観に叩き落とす動きをしてくるのがビットコインなんで、うん、そこはもう一旦皆さんに釘は刺しておきますこういうことあるんだよっていうね、うん、もうもう牛密どきに鉢巻きにろうそく立ててみんなにもうクワ,ンクワンクワンクワンって釘を打ち込みますそこに関してはおい祭りこんな祭りの時にね何をお前言うてんねんっていうか思うかもしらんけど泣くがないんだ だからそこはねしっかりと押さえておいてください、はいはということでえー、本日もですね最後までご視聴ありがとうございましたいやーこうやってね上がってくれるともう晴れ晴れとした気持ちでいつも動画撮れるんでねもうずっと上がっていってほしいのは山々谷谷川,川ですよはいなんですけどまあそうはならないのが相場というところでございますのではいそこはですねしっかりと冷静に捉えておくっていうのがまあ僕のいいところであり悪いところであるねこういった時にね「カブロだー!」うん <laughs> 幕上げだねお前ら帰えって言ってる方がチャンネル登録者数伸びますね分かってるんけどそこまでしてチャンネル登録者数は欲しくね、はい、みんながみんなが幸せにであれって思ってる言ってもね、まあ、こんなん信じてもらえへんかもしらんけど、はい、みんなが幸せになってくれたらいいなって思ってます僕はねはいなんでまあそういった、まあ、無責任なことは僕は言えないかなというところなんで。 まあそういった勇気を応援したいという方はですね、えー、チャンネル登録して、えー、高評価ボタン押してください。はい、それでもやっぱり祭りに乗ってくれるお祭り男が俺たちは好きだぜっていう方はですね、あのそういった方の動画を見てもらえたらいいのかなと思います。<laughs> まあただまあ僕も祭り男なんで、はい、テンション上がってくるんでね、まあ、そのあたりは、えー、テンションも含めて楽しんでもらえたらトークを楽しんでもらえたら嬉しいなというふうに思いますはいということで、えー、今日は以上で終わりたいと思います、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画が参考になったみな皆さん面白かったなと思っていただいた画面の前のあなたぜひですね、えー、チャンネル登録ボタン高評価ボタンを押して、えー、チャンネルそして動画の応よろしくお願いしますあとは冒頭にも、えー、発表しましたが勇気のね有機的仮想通貨ドル以上の、えー、トップ3ですねはいバイビットズーム X でビットゲットこの3社ですねは、えー、小座開出しておく あの必要が出てくるかなと思います。まあ取引所もほんと分散しておいてください。1個の取引所でいい。例えば僕も y b i t 一択って言うときは y b i t 一択じゃあの実際ないです。はい。えー、それこそ ZoomX も使ってるし、ビットゲットも使ってます。なぜなら、もしかしたら何かがあるかもしれない。 その時の要は保険として持っておくってことですね。それがすごく大事になってくるかなと思いますので、リスク管理もしっかりとしておくようにえしてもらえると嬉しいなと思います。その3社の、えー、講座解説は動画の概要欄に、えー、固定コメントのコメント欄固定コメント欄の固定コメントに、えー、貼っておきますので、そちらから講座解説してください。えっ、ー、と、手数料の割引がつ、えー、いてきたりもしますので、そちらぜひ活用ください。また、あ、番外編の、ね、FXGT も貼っておきますので、そちらも含めて4社分ですね、はいえー。ぜひですね、講座解説してみてください。よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画 動画でお会いいたしましまょうババイバイ最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちら、サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー